e アミューズメントパス e アミューズメントとは、コナミアミューズメントが提供するアーケードゲームをインターネットでつなぐことにより、通信対戦や全国ランキング、プレイデータの保存を可能にするネットワークサービス。2018年9月5日より公式表記が全て小文字の e アミューズメントに変更された。IPSEC による VPN が利用されており、契約した店舗は、 店舗入り口などにロゴステッカーの掲示がされていることがある。月額の料金はゲームによって異なり、センターモニタークライアントの構成となっているゲームではクライアントの数によっても異なる。E アミューズメントが提供しているサービスはゲームの筐体がネットワークに接続されていれば利用可能なものやカードを使用するものなど必要な条件がいくつかに分かれている。 上記のサービスはネットワークに接続された筐体に対して提供されるものである。カードを使用してプレイすることで以下の特典がプレイヤーに与えられる。イェーモール過去にはコナミ ID を登録した各ゲームのエントリーカードを使用することによってデジタルショッピングシミュレーションゲームイェーモールを利用したいろいろなサービスを受けることが可能であった。 イェーモールに関する特典を利用するだけであれば、携帯電話用サイトの会員登録は必須ではなかった。E. アミューズメントパス当初は各ゲームごとに専用で用意された磁気カード型のエントリーカードであったが、2005年に IC カード型の E. アミューズメントパスが新たに登場し、同じカードを複数のゲームで使用する形式になった。 現在通常購入可能な E、アミューズメントパスは、アミューズメント IC 対応のカードや、銀字のデザインのカードのみだが、家庭用ゲームソフトの発売特典などで様々な、限定柄のものが制作されている。2008年以前は、赤字のカードで、材質も違っていた。2010年11月17日より、対応ゲームにおいて、電子マネー機能付き携帯電話及びカードを、E? アミューズメントパスとして利用できるサービスが開始された。E アミューズメントパスをコナミ ID と関連付けを行い、フィーチャーフォン PC スマートフォン用サイト E アミューズメントで月額330円を払うことによって、プレイヤーデータの閲覧ができる。E アミューズメントゲート開設前は、エントリーカード、または E アミューズメントパスごとにコナミ ID の登録と、 携帯電話サイト、コナミネットデラックスの会員登録をすることによって、データ閲覧と、磁気カードの再発行サービスが行えた。また E、アミューズメントパスメンバーズサイトでは、E、アミューズメント、パス対応作品の成績が、PC スマートフォンで閲覧可能だった。E、アミューズメントパスでは、再発行はされず、カードの引き継ぎをしたい場合は、新しく E、アミューズメント、 パスカードやアミューズメント IC 対応カードを購入して以前の E、アミューズメントパスのユーザーコード、アミューズメント IC 対応カードであればカード裏面のアクセスコードと暗証番号を入力しデータを移し替える方式となった。引き継ぎ元の E、アミューズメントパスは全データが消去され購入時の状態に戻る。データの引き継ぎは任意の時点で可能で、その E、 アミューズメントパスに記録されているすべてのデータが移動される。当初はこの引き継ぎはゲーム機に新しい E アミューズメントパスを入れてカードの引き継ぎを選択することで行っていたが現在はサイト上で引き継ぎ操作を行う方式となっている。店舗向けに E いいアミューズメント情報サービスが開設されており契約時に付与される ID パスワードで ログインすることにより、イベント告知ポスターのダウンロードサービスや、メンテナンス情報などを得ることができる。このサイトは、一般のインターネット回線経由では接続することは、不可能。セガインタラクティブと共同で行う、マルチ電子マネーサービスの回線は、セガのオール、ネットともども、いいアミューズメントを使用する。インは、メダルゲーム、アミューズメント IC 対応ゲーム、は、 カッコ内は、対応を開始したバージョンである。カッコ内の記述がないものは、シリーズ1作目から対応、もしくは、単体作品。2018年10月25日から、アミューズメント IC マーク入りのセガインタラクティブのエメ、並びに、バンダイナムコアミューズメントの、アミューズメント IC マークが入るバナパスポートとのいい、アミューズメントパスとの相互利用サービスが開始された。 インは稼働予定の作品。E. アミューズメントパスが普及し、対応ゲームの続編が E. アミューズメントパスに対応したことで、終了期日が明記されていない機種も含めほとんどの機種が実質的にサービス終了している。グループ会社の事業再編及び連結子会社の債務免除に関するお知らせ、コナミホールディングス、セガインタラクティブと、 コナミデジタルエンタテインメント共同展開するアミューズメント向けマルチ電子マネーサービスを発表各種電子マネーとパッセリーが一つのシステム機器で運用可能にセガインタラクティブ2016年10月6日コナミデジタルエンタテインメントとセガインタラクティブ共同展開するアミューズメント向けマルチ電子マネーサービスを発表各種電子マネーと パッセリーが一つのシステム、機器で、運用可能に、コナミデジタルエンタテインメント2016年10月6日、コナミの、アミューズメント IC カード対応、タイトルコナミアミューズメント、セガインタラクティブ、コナミアミューズメント、バンダイナムコエンターテインメントの3社、アーケードゲーム用、IC カードの使用統一に向けて、合意、2018年夏の提供を予定、セガ製品情報サイト、 2018年2月9日、コナミアミューズメント、セガイ,インタラクティブ、バンダイナムコエンターテインメントの3社、アーケードゲーム用、IC カードの使用統一に向けて、合意。2018年夏の提供を予定、コナミアミューズメント2018年2月9日、バンダイナムコエンターテインメント、コナミアミューズメント、セガインタラクティブの3社アーケードゲーム用、 ic カードの使用統一に向けて合意2018メントスラッシュバン・アイ <www>. ・ナー・スラッシュテイトルドット HTML に記載されている LP 筐体が相当 AB、コナミのアミューズメント IC カード対応タイトル。コナミの アミューズメント IC カード対応タイトル。2019年5月4日閲覧。ありがとうございます。